はい、皆さんこんにちは、宮城隆二でございます。宮城隆二チャンネルをご覧の皆様、Facebook の宮城隆二をご覧の皆様、宮城隆二事務所をご覧の皆様、こんにちは。今日はね、島根県大田志津町の菜の花祭り、当日でございます。菜の花祭りを見に来ております。一般の方結構おられるので、ちょっと撮影方法を考えながら撮影したいと思います。見てください、こんな菜の花、菜の花祭り。1週間前でね、だいぶ1週間前よりだいぶ綺麗になってます。1週間前にもう一回ね、写真来てます。じゃあね、個人のあれがありません。一般の人はあまり映さない、他の人はあまり映さないようにしてね、他の人はあまり映さないようにして、声が入るな、音声が入るのは仕方ないんだけど、音声が入るのは仕方ないのに我慢しなくて、顔を手を映さないように、音声はどうしても入っちゃうんで、ツッツの何の話、入って撮ってる人が多分いるんだろうな、これな、あんまりよろしくないな。こんな感じで、まあ、今度は現場を見てみたいと思いますけどね、普通現場の方に先行くでしょう。こんな感じで、あとね、静間駅の方でね、駅前の方でイベントやってますんでね、駅前の方のイベントも、で駅前の方にもね、やや菜の花が残っていますので、駅前の方にも行ってみようとは思います。感じで菜の花、綺麗な菜の花が咲いてます。今年は第10回菜の花祭りでございます。第10回の記念の菜の花祭りでございます。だいぶね、見とけばいいじゃないですか。いや、普通は先行き花取り来るでしょう。普通は先に花取り来るでしょ。で、あんまりあの動画も人が映せんけん、まず菜の花がメイン、菜の花祭りですから、菜の花がメインですから、で人がいるから人はもうあれした、こっちより向こうの方が人が多いな。そりゃまあ、でも菜の花祭りですからね、菜の花がメインですから、要は人によって菜の花メインなんか、まあっちはメインなんかあるし、私は菜の花メインですから、であんまり人は映せませんから、あの著作権とかやっぱり肖像権がありますから、私は動画を撮りたいんであって、いやだからそれなりに来てきなさいって言って、それで寒いっつうのは。でね、一応ね、ここ一応歩行者天国にもなってますね。一応10時から15時まで生花祭り実行委員会歩行者天国になってます。本当に田舎の町の一角ではございますけどね、肖像権のためにね、あんまり人の顔は取れませんので、ちょこっと影からどんな状況か、今年で第10回ですかね、第10回記念ですから、それなりに盛大にやってるはずなんですが、さほどでも情けない、この後はね、出雲小野貝もね、
この後は出雲小梅も見に行きますよ。出店はね、栗まんじゅうとかね、地元の自治会の、これね、JR 山陰線の静馬駅なんですよ。ちょっと静馬駅の方をね、行くつもりして、なんかね、店を歩いてて、人はね、行かない。できるだけ人は行かないよ。駅の方ね、ここでイベントやられるんだね。ここでイベントやられるんだね。なるほど。優子さんの岩見の女が流れてますね。何気に。すごいね。駅なんですよ。ここの駅は生きている駅なんでね。時間帯によってはちゃんと列車も走ります。時間帯によっては列車も走りますけど、今はちょうどね、走らない時間帯の模様です。なかなかね、いろいろこの後午後からね、神楽もやるんですけど、神楽もやるんですけど、準備が忙しいようなのでカズマから行っちゃダメな、カズマ関係がやります。お昼時なんでね、出店の焼きそばとかフランクフルトとかはよく売れているものですね。第10回ね、記念第10回の記念のねイベントではございますが、いかがなんでしょうか。この辺からね、見てる子にこうね、菜の花咲いております。みんな忘れもんで、こんな感じ地元の方々のイベントなんで、この辺で休憩は終わりましょうかね。こんにちは。どうですか、今年は賑わいますか。え、今年は賑わってますか。賑わってますね。今年10回目ですね。そう、雨が降ったらどこになったか、うん、去年初めて来させてもらったんですけど、うん、去年より花とかも綺麗に残ってて、良かったですね。良かったですよ。だいぶ前から咲いてたら、大丈夫だろうかと思って、ね、先週の日曜日ちょっと来させてもらったんだけど、うん、先週はもう満開みたいになってたんで、もう結構持つもんだねと思って思ってね。先週でも満開切れで、今週も持つかなと思ってたから、持ってできました、なんとか。雨も終われたし、ね、雨も降ったら人も来んし、ねえ、これがまた神楽とかもやるんでしょ。えイベントの内容に神楽とかもやるんでしょ。あ、神楽、今年
ということでね、11回目もあるようにね、今年はね、記念の祭りなんで、これからね、あの土江子ども神楽がね、地元の南神楽で、土江子ども神楽っていうのがあるんですけど、撮影許可は取っていないので、勝手に撮るわけにもいかないので、ちょっとこの辺でやめておきたいと思います。で、神楽団さんをね、いろんな神楽団さんって撮ってもいいよという神楽団さんもおられるし、撮影や、やめてくれる神楽団さんもいますので、この辺で一応ね、リーダーさん、この辺の自治会のリーダーさんのインタビューも何気に撮れたので、ちょっと垂らしてもらえたんでね、よかったと思います。次のね、顔が映せたのはね、顔は NG だったので、なんとなくいけたと思います。じゃあ次はね、出雲小梅芋の方行ってみたいと思います。こんにちは。出雲小梅芋の方行ってみたいと思います。一旦お借りします。